こんにちは、入江純です。今日はですね、僕の好きな映画の主人公ベスト3を皆さんにお伝えしていきたいと思います。目標はですね、この動画が終わっている頃には絶対に見ている皆さんに、あ、絶対今すぐにでも見たいと思っていただけるようにプレゼンしていけたらなと、年間100本最低限でも見るようにしてますので、それなりの説得力はあるのではないかと、映画好きの皆さん、お手柔らかによろしくお願いします。でやっぱりですね、その映画を見るにあたって、まあ物語の中でやっぱ一番重要な人物といったら主人公ですよね。見るにあたってやっぱ主人公をどうしたのかを見てしまうんですね。だからそういった意味で好きな主人公ベスト3、皆さんにお伝えしていければなと思っております。では第3位、ドゥン、ジョーカーです。監督はトッド・フィリップスさんっていう、ハングオーバーシリーズっていうコメディを得意とする監督の作品 で、主役はホアキン・フェニックスっていう、もちろんそのジョーカーを演じた方。まあそのいろんなネットとかの情報で皆さんも知ってると思うんですけれども、まあ、その演技がやっぱりすごいと、なんて言うんですかね、あの主人公のジョーカーはもともと優しい性格だったんですよ。皆さんがあるパブリックなイメージって、その最初からこう悪いことをしてバットマンの宿敵みたいな存在かと思うんですけど、そこを切り口としてるんじゃなくて、どうしてジョーカーというああいう極悪非道なダークキャラクターが生まれてしまったかっていう起源をリアリティに追求して描いている作品で、悪いことをしてるんですよ。もちろん殺人を起こしてしまうし、殺人を犯してしまうってことですごい悪いことだと思います。でもなんか悲しいんですよね。本人もそうしたくてしてるわけじゃないのに、どうしようもなくどんどん転落してしていってしまうっていう、自分の心がこうゾワゾワかきたてられるようなところがあって、でもあのなんかよく言われてるのが、だいたいそのそういう話を女性にすると惹かれるっていう一面もあるらしいので、あんまりその話をしない方がいいかもしれません。下手したら中学生とかそういうなんか多感な時期に見てたら触発されて危ないことをしそうなぐらいの勢いの映画なんで、まあ心が乱れてない時に見る方がいいかもしれません。はい。まあ、ジョーカー、まあ、主人公のアーサーって言うんですよ、名前が。電車の中で絡まれてる女性の方がいて、男3人に。そこで、ジョーカーは、こう、横目で見てるんですけど、どうしてもこう助けられないみたいな状況が続いてる中で、笑っちゃうんですよね。ははははって。そしたら、なんだこいつ笑ってるってなって、その会社員3人が、ジョーカーは何笑ってんだって詰め寄ってきて、女性は逃れることができるんですけど、ごめんなさいごめんなさい、病気で笑っちゃうんですよ。でもボコボコにされちゃって、プチンってこう堪忍袋の緒が切れるみたいな勢いでその3人を全員殺害してしまって、その後に逃走するんですね。で本当はそんなシーンじゃなかったはずなんだけど、主人公のホアキン・フェニックスが踊るシーンがあるんですよ、確かトイレかなんかで。それって本当に台本に書かれてなかったことなんだけど、役を演じる中でその役者さんの中から生まれてきたシーンらしくて、そこはすごくおすすめですね。悲しいはずなのに踊ってるっていう、なんだろう、あんまり言葉で表しづらいワンシーンですね。主人公もコメディアンなんですよ、ジョーカーっていうピエロを演じて人を笑わせるっていう、あの皮肉なところが、そのコメディアンって人を笑わせなくちゃいけないのに笑われてるんですよ。で、笑われるって一種のその暴力なんですね。笑われてて、それに自分が突っ込めたら笑いとしてなるんだけど、笑われてるだけだとそれって暴力なんですよ。ジョーカーは一言でまとめるとすると、人間ですね。あの今が幸せな状況だったら、自分がそういった人間の一面って多分目をそらしたくなるけど、あの主人公も人間なわけで、
そこから目をそらし続けた結果、ああいうジョーカーっていうダークヒーローが生まれてしまうっていう人間の物語でもあると思ってます。うん、人間です、ジョーカーは。第2位は、ピンポンです。知ってますか？知ってますよね。あの松本太陽さんが原作のもともと漫画の作品で、それを窪塚洋介さんと今でいう井浦新さん、当時はあのアルファベットで新っていう俳優活動をされてたんですけど、いますよ本当に。同業でピンポンが好きで何十回も見てるって、まあそういう人たちには負けませんけど卓球の話なんですね。幼馴染のペコとスマイルっていう主人公がいて、で小さい頃から卓球をしてる2人なんですよ。でもですね、ペコには才能があったんですよ、卓球をする才能が。で高校の中でも強かったけど、実は蓋を開けてみるとスマイルの方がバリバリ強かったんだけど、ペコの前でスマイルは実力を出してなかったんですね。なんてかっていうと、スマイルにとってのペコはヒーローだから、自分がヒーローより強くなっちゃうと友情が破綻してしまうから、スマイルはずっと自分を抑圧してたんです。で実際そんな自分が嫌いだったと思うし、卓球なんか多分いつでもやめていいみたいな。でもなんかその言ったら王道なんですけど、少年誌では描ききれないような思春期の頃の葛藤とかを繊細に描いてるから、なんかこう刺さる。自分の中で得意なものって一つあるって思って人間生きていくと思うんですね。自信を持って何か一つこれがあるっていうものを自分の中に秘めとかないと人って生きていけないと思うんだけど、それだけに頼った結果挫折しちゃう。でもやっぱ自分にはそこしかなかったっていうカタルシスがちゃんとある映画なんで、俺はこの星の一等賞になるんだ卓球で、そんだけっていうセリフはみんな通ってくる道。あ、そうなんだ。はい、まあ、主人公はペコですよ。僕はペコの魅力が一番あると思ってるんですけど、まあ、他の登場人物も主人公なんですよ。ペコ、スマイル、ドラゴン、悪魔、チャイナ、5人それぞれ卓球をやってるからゆえに背負ってるものがある、そういう魅力もありますから。絶対一人はいますから、自分が共感できるキャラクターが。そういうところも魅力です。主人公の年齢で言ったらもあれ高校生だから、悩みとか葛藤かな。あとやっぱ僕がやらせてもらってる役者のお仕事って、多分その学校の中の目立ってきた人とか人気者とかが割とそのなりたいっていう、いうような憧れの職業だと思うし、実際僕も目立ちたがり屋だったし、学生の頃生徒会長とかやってた立場で煩悩感っていう学生の頃にあった。でも挫折を味わうわけですよ。そういった面ではすごく共感しましたね。ピンポン、一言で言うと、その汗はもしかしたら涙かもしれないです。そういう映画です。いいキャッチコピーだよ。ありがとうございます。結構ジョーカーに比べると 長く、いや、やっぱ数こすってるから、僕も持ってきていい感じです、ね、はい、数こすってるから言えますねそして第1位は、くー、ピンポンと僅差だったんだけどな、本当はどっちも1位にしたいけど、まあ本当に個人的な意見で第1位ファイトクラブです。はい、デビッド・フィンチャー監督で、主演がエドワード・ノートンとブラッド・ピットの映画で、まあ話的に言うとすごい、主人公は仕事に追われる毎日を、だから仕事するにも毎日こう飛行機を乗り継いで、だんだんこう睡眠障害になってきて、
今が夢か現実かわからないっていう病気にだんだん主人公がなっていっちゃうんですね。ある日飛行機を乗ってたら、とってもかっこいいブラッド・ピットさんが隣に座ってきて、知り合っていくうちにこうお酒を酌み交わすんですね。そしたら急にブラッド・ピットがよしっつってこう殴れって言うんですよそんな経験をしたことない人に急にバリバリのかっこいい男性ホルモンバチバチの人が殴れって言うんですよ。でももちろんそんな経験ないから、いや無理無理無理って、いいからほら殴る一発、怒んないから、なんかもう猫パンチみたいなパンチを一発すると殴り返されるみたいな変更し終わった後にどこか今までに経験したことのないすっきりした自分がいる、爽快感を得てる自分がいる。今日から俺たち二人でファイトクラブを作ろうっつって、ファイトクラブが結成するんですよ。で、ファイトクラブがだんだんでかくなってって、みんなそのみんなに喧嘩吹かれてゆくゆくその男と暮らしているうちにおかしなことが起きてくるんですよ。でそれはなんでかっていうと、そのブラッド・ピットは主人公が頭の中で作り出してしまったもう一つの人格なんです。しかも憧れてる人格でも、自分が寝てる間にブラッド・ピットが起きてるんですよ。自分が寝てる時にもう一人の知らない自分がいろんな犯罪とかを犯してるんですよ。で、ファイトクラブのタイトルにもなってる石鹸があるんですけど、最初ブラッド・ピットと会った時に何に仕事してますかって言ったら、俺は石鹸作ってるって言うんですけど、実はその石鹸って爆薬を作るために製造してた石鹸で、自分の中のブラッド・ピットは全てを破壊しようとしてるんですよ。いろんな企業とか金を持ってる人とか物に縛られてる人、それを全部なくして更地にして平等にするんだっていう、危険だけど少し分かるような思想を持ってる人間が、自分が寝てる間にいろんなビル爆発してて、そこに人質として連れてこられたヒロインが来て、手をつなぎながら爆発してるビルの風景を見て、もう言ったら世界の終わりなんだけど、大丈夫だ、これからは全部うまくいくっていう最後の一言のセリフを言って終わる映画で、なんかすごいなと思って、世界崩壊してる姿を見て自分の大切だと思う人にもう何の曇りもない顔で全部うまくいくからって言って終わるんすよ。なんか神にでもなったのかなと思って、最終的に、いやなんかすごいな。うん、あと好きなセリフがあって、お前は物に支配されすぎてるっていう名言があって、すごくシンプルなセリフなんだけど、あそうかもなと思って、あの一概には言えないですけど、例えばブランド物を買ったから素敵っていうイコールができてるかもしれないけど、本人が成長したわけではないですね。そういうことにハッとさせられちゃったりとか、例えば今こうやって日常で、まあ携帯を無意識でずっと見ちゃうとか、これも物に支配されてるなって、なんか日常がちょっとこう違和感だらけになるみたいな映画なんですよね。だから怖いです。自分の中で抑えてたものが蓋開いちゃうみたいな、パンドラの箱みたいな作用を持った映画な気がしますね。でも真似しちゃいけないっていうところが、なんですかね、男心をくすぐるというか、抗えないというか、なんですかね、そういう危ないものに惹かれちゃうっていう、単純にいいなって思っちゃいますね。こういう映画出たいなとか、こういうセリフ言ってみたいなって。まあもう言ったらファイトクラブ20年ぐらい前の映画だけど、まだこうして僕みたいに喋る人がいる。自分の中の役者名義に尽きるなっていうのは、本当に素敵な作品に出会えたら、自分がこの世からいなくなっても
語り継がれるし、そういう憧れはありますね。ロマンですけど。映画見てその後にいろいろ自分で考えたりとか深掘りする時間もとても好きです。フランピーがかっこいい。男が見ても惚れるブラッド・ピットさんがいます、スクリーンの中に。はい、ファイトクラブを一言でまとめると、男の美学。僕の個人的な意見です。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。そうですね、僕の好きな映画の主人公ベスト3発表させてもらいました。皆さんにこの映画の主人公の魅力が伝わって、ぜひ一本でもいいので見ていただけると嬉しいです。そしてなんか映画が皆さんの人生の活力だったり生きるヒントだったりなったらいいなと思っております。僕も映画にそういう力を与えてもらったので、このいい流れが拡散していけばいいなと思います。ぜひお時間ある時に見てください。